山田決算会。さあ、こんばんは、山田と申します。なんか変な空気やってますけど、今ね、明るいのかどうなのか微妙な明け方に撮ってるんでね、こんな感じになっておりますけどね。今日はね、何をやっていこうかというと、定例の山田決算会なんですけどね。で、ご多分にもですね、なんとなく予想はついてると思いますね。なんか、いつもなってるね、なんか、FF とかそんなもんね、何も入らずになんか、スラッと始まってるし、なんか、あれ？いつもよく聞くね、BGM だったらだったらとか、なんか、いろいろ、なんかしてるのが聞こえてこないなと思います。はい、今回からね、こいつ、ベンチ入りですね。スタメン外れましたね、ついに。ということでございます。とはいえね、まあ、ずっとデータ取っていくのは大事かなと思うんでね、ニコニコのやつとかもあります。そういうのもあるんで、今回もデータは見ていこうと思います。まあ、月1やるのに、ちゃんとね、作ってやろうと思うと、もう本編の方、これも本編だったんですけどね、他に取りだめてる動画が溜まっていく一方なんで、ちょっと、いや、いくらでも、この1日2本投稿でどうして消化できないのか。2月なんて月150本動画投稿してるんですよ。2月150本も動画投稿して、なぜ消化ができていないのか。ちょっとまあ、うちのね、なんて言ったらいいの、ストックが切れないようにするね、錬金術をいろいろとやってたらね、ちょっと錬金しすぎちゃってる感がありますんでね。だ、結局そっちの方が、それが味になってきてるんでね。それに対する対策はね、もうね、他力本願でいきます。まあ、簡単に言うと、筋肉チャンネルとかそういうのをどんどん増やしてくるね、施策でね、いこうというわけなんでね。んな、300人近いね、チャンネルのね、ところでどうやってあれするんやっていうところですけど、謎のために、うちは素材は豊富に用意してますから。さあ、あとは調理する人の腕次第。素材あれでも腕でどうにかしてっていうね、したらどうにかなるかもしれませんよ。1500本もありますから、ね、どうか。頑張ってますからね。歴史もね、何してんね、15年目。言ってて悲しくなってくるね。15年目？ 2009 年だって、2009年の8月から計算だと15年目だもん。まあ、っていうことなんでね。まあ、そんなところかね、見てどれくらい底辺なのか、しっかりと見ていこうじゃないかというわけでございますね。それでは早速行っていきましょう。って言っても、もうそのまま言ってると思いますね。もはやね、カットもほぼほぼしないですよ。よっぽどなんかまずいところがなければカットしないんで。あ、そう、ジオゲストはこれやってみたけど面白いですね、これ。めちゃくちゃ私好みですわ。地理系大好きなんでね。こういう地理問題ね、大好きなんですけど。で、なんだったっけ？あ、ジオゲストはね、ずってないのか。まずは、収益のやつを出さないといけない。あんま出してなかったや。待って、急いで出そう。よし。まあ別に打ち隠してないから、ここら辺の画面に出してもいいのが、アナリティクスのところからね、見たればいいんですけど、全体のところから、1月のデータを見てくんでしたね、今回。1月31日までを 見てきましょうというわけでございますね。で、そうするとどんな感じかというと、ニコニコ動画の方はこんな感じになりましたよと。再生数が1230ですね。この期間に測ったっていうのが。コメント数が83入りました。いいね数が100。投稿総数は73という形になってますってことですね。で、こんな感じで、時々ね、ポンポンポンと上がってるのは何だろう。これ何の時に上がってんだ？風景。やっぱ、解説系動画がやっぱある程度入るのかな。あとは、あ、そうか、4つ目のやつとかもやってましたからね。とかっていうので、ドドドッと入ってたりしてますって感じですね。何やかんや言ってでも、そこは14、10があるか。10っていう時があるけど。まあ一応、ちょっと入ってるので、まあ1200入る。意外と何やかんやコンスタント入ってくるって感じですね。まあ全体傾向としては、まあ男性やっぱし圧倒的に多いですね、うちの場合は。っていうような感じで、まあ、40代とか多いってことなんですけど、これあたりもね、ちょっとね、後々見てくると、ちょっと面白いのがいろいろと出てきますというわけでございますね。もうこんな感じになってましたよというわけでございます。で、収益、肝心の収益ですよ。じゃあ、どんなもんだったのかってことでございますね。あ、全然グラフとかわーっと見てますけど、後でちょっとデータ化したのはちょっと後で見ますんでね。クリエイター収入窓口でね、ドーンと見ると、さあ、いくらだったのか。12月分で入ってきたのが2545円。これは前に言いましたね。あ、もうあと15円でニコニコだったんだ。あと10円でニコニコだったのにってところなんですけど、1月分の報奨金はもう切り取って2279円というふうになってるってことですね。いいこと。ちょっと前ってやってるなっていうところですね。まあ、どうしてもちょっと、
頭打ちな感じは出てるところはありますからね。っていう中でね、どのあたりがね、人気の作品になってるのか、全作品の中で、今年日、新しい順位があれですね、今月分の獲得予定が多いやつをずっと見ていくと、たっとね、やっぱアカウント永久凍結、これは、ポンと、出てきましたね。なるほどな、というところですね。あとやっぱ、ありがたいことに、島スペイン村影響でね、やっぱね、ニコニコ動画だと調べる人が多いんで、そうすると比較的うち新しいところに島スペイン村のやつが入ってきてるんで、そのあたりの動画が実はまず35円のチャレンジャーになってます。ありがとう、うんごちゃん。うん。この方はね、スペイン村行くっていう動画で頑張って返したいと思うんで、今ちょっと頑張って資金面、工面しております。あとは、カラカラ王の動画も、来てますね。なるほど、なるほど。あと、結構古い動画が今でもやっぱ再生入るんですね。この、ナローゲージのパンタグラフの動画ね。これとかがまたあったり、西桑のやつとか、まあ、こういうのが結局昔投げた動画がやっぱ、ちゃんと、チャリンチャリンをこうやって2円6円稼いでくるのが1000本あれば、っていうことなんですよね。いや、ありがたいですね。うん。あと、意外とこれ、恵方巻きのやつが、思いのほか好評でして、これ実は YouTube の方でもなんですけど、思いのほか好評でやっぱ時事ネタだったんで、ほんと直前にね、まあ正直これ4つ目っていう風にやってたんですけど、まあ今回のやつ4つ目って言いながらね、四日市で買えるところっていうんで、全国チェーンのローソンとか買えるところもいろいろと紹介したじゃないですか。特にコンビニ系のやつは、全国的にアクセスが入っていて、結構、いい感じになってましたねっていうことでございます。こっちの方ではね、比較的上の方に上がってきてるのは、地元のスーパーにとかバーッと上がってきてますけど、実は、YouTube の方だとそのあたりとかも結構いい声が上がって。で、やっぱし古い動画でもやっぱりちゃんと再生が入るっていうのはありがたいですね。このあたりは結構やっぱ、ニコ動の方のが結構わかりやすく出てるかなっていう感じはありますね。はい、っていう感じですね。ということで、一応2月は2078円ぐらいになりそうって感じになってるってことですね。ってことでございます。まぁ、ちょっと撮ってるのがまた、月末激になって、いつも月始めパッと撮ると思うんですけど、一応ね、1週間ぐらい待たないとちょっとデータが揃わないのかなっていうところがあったりするんで、それをね、待ってる間にね、わーってやることはダダダダーとできるんで、ね、それをね、わーっと消化しながらね、やってると、結局これぐらいになってしまうということでね、こんな感じですよということでございます。ということでございます。ニコ動はこんな感じと。じゃあね、続いてね、YouTube の方、その前にニコ動の収益の変遷をちらっと見てみましょうか。よっこいしょってことで、こんな感じになりましたよ。いやー。よいしょーってことで、5月からね、ずーっとデータを取ってますけど、データとしては冒頭73、ちょっとこの月多めになったんかなってところなんですけど、再生数も、まあ、ちょっと減っての、前のところから比べてちょっと減ってってところなんですけど、やっぱ、そういうのもさ、単価はやっぱ高いのは高いですよね。1.85 まで行きますからね。単純にさ、これ再生単価ですけどね。グッド数があってっていうのもあるのかな？うん。ですね。コメントとかの、入り具合とかでもやっぱ結構変わってくるのかなっていうところですね。単価としては良くなってくる感じがありますからね。っていうことでございますね。なるほどな。まあ言うて、だから、累計で言うと結局、なんやかんや累計でね、18,853円稼がせてもらってますんでね。これね、結構ね、助かってますよ。うん。ゼロと比べたらやっぱし、約ゆきちさん2枚ですかね。これはね、言うて、やっぱしね、細かい、ところ、まあ、あんまり表立ってね、これで買いましたよっていうのをドーンとは出してないんですけど、意外と、まあ、細かい備品とかで結構揃えさせてもらうのに、使わせてもらったりしてるんで、特にアマゾンポイントに変えれるのは助かりますね。っていうので、結構アマゾンでちょっと小道具を買ったりするときとかに、キラッと使ったりしてます。っていう感じですね。ありがたいです。っていうところかな。